からヒット祈願もしなくちゃね。一度礼。もうバッチリ視聴率でかく視聴率もできればさあ主な出演メンバーが勢ぞろい。一体どんな展開が待っているのやら。女が髪を切る。といっても由美ちゃん失恋なんかじゃありませんよ。これもカンフー少女の役作りのため。髪切りました。ワイルダー足立です。はい、髪切った足立をドラマで見てください。でもってワイルダー足立のポスター撮影、色っぽいと思っていたのはこれだったんですね。でこちらが出来上がり。由美ちゃんワイルドだ。続いて制作発表。魅力の出演者たちが勢ぞろい。中でも気になるのはこの人。かっこいいカンフーを見せたいと思います。格闘技の達人早見玲一役の鳥羽淳くんは人気急上昇中。鳥羽くん撮影の初日はいきなりアクションシーンから。探せ。はい、こっちだ。殴るな。かっこいい。いいじゃない。いいじゃない。結構で油断した。初めてです。だから最初すごい緊張しましたけど、だけど楽しかったですよ。さてこの番組、本当に強い人たちが脇を固めているんです。その一人がケイン小杉。格闘センスがある霊一を格闘同好会に勧誘するキャプテン役として登場。その彼の父親はハリウッドで成功したアクションスターのショー小杉さん。親の血を引き継いだアクションは見逃せません。今回のドラマはカンフーアクションということで大変嬉しいです。今まで日本でカンフーアクションのドラマがあんまりなかったので、すごく楽しみにしています。由美ちゃんも去ることながら、この2人もきっとドラマの中で大暴れしてくれることでしょう。さあ次なるキーワードは炎。クランクインしたその日から因縁のライバルの炎が燃え上がった。そう、あの時の対決が今再び蘇ろうとしていた。今回榎本かな子ちゃん演じる沙織は学園のマドンナを自負。持ち前の美貌を武器に由美ちゃん扮するセイラをいじめてゆきます。どんな対決ぶりを見せてくれますか。美しさは罪って言葉があるけど、私の場合存在そのものが罪なのかもね。辛いわ。1年前にちょうど家なき子2でエリカお嬢様という役で足立さんをいじめさせていただいたんですけども、今回もエリカお嬢様よりはお金持ちじゃないんですけど、まあジャガーがクラウンになったぐらいみたいなんですけどまあとりあえずいじめさせていただきます。今回ちょっといろいろお話とか私生活のお話とかしてるんで、本番になるとギっていう目つきがちょっと、ごめんっていう、こっちが先に謝りたくなるような感じなんですよね。ずいぶん派手な落書きね。なんなら消すの手伝ってあげましょうか。ずいぶん子供じみたいたずらするやつがいるんだね、高一にもなって。なんだって。あなた本気で私を怒らす気。警告の次は脅迫ってわけ。どうしたんすか沙織さん、大丈夫ですか。今回もかな子ちゃんやってくれそうです。とは言っても本番が終われば仲のいい2人、同じ年頃だけに話も弾みます。こんな2人にあることが。すごい飲みますよ。お誕生日を祝しまして結構用意しました。おめでとう。突然由美ちゃんとかな子ちゃんの誕生会が始まりました。由美ちゃん15歳、かな子ちゃん16歳。2人
人とも撮影の緊張感も忘れて喜びいっぱい。青龍伝説見てください。15歳です。佐伯生ラーさんをいじめます。16歳になりました。今日は本当ありがとうございます。皆さん続くキーワードは愛。どこでどう源流剣の網に引っかかるかわからないんだぞ。分かってる。俺以外の人間は全て敵だと思え。お前の味方は俺だけだ。いつまでも子供扱いしないでよ。あの時死んだ方がマシだった。世界の千葉真一さん、今回は由美ちゃんの父親役。青龍伝説は世間から身を隠すこの親子の愛からスタートするんです。これは青龍剣の秘密を言いたくても言えない父と、なぜ追われる身なのか、そして母親の行方を知りたいセイラとが対立するシーン。お嬢さんの、カンフー映画というか、こういう空手映画というかマーシャルアーツのものっていうことで、すごくなんていうか、日本でもこういうことを最近はやりだしたんだなという、ちょっと意外なものでちょっとびっくりしました。台本をいただいた時に、今の時代のこういうものは、ね、例えば衣装一つにしてもどういうふうに変わってるのだろうかという、僕も3年間ぐらいは日本にいませんでしたので、そういう方が興味ありましたし、まあ、では我々の時代と違った新しいものがこの作品を通じて、皆さんにねお見せできるんじゃないかなと僕も期待しております。はい、はい、ごめんなさい。いるわけないよ。初共演のお二人ですが、収録の合間には本当の親子のようなほのぼのさ。家なき子の彼女のイメージっていうのは、僕も家なき子を見てロサンゼルスで見てたんですけど、3回ぐらい見たと思うんですけども、あの役のイメージから彼女を想像してたもんですから、でもものすごく役の子と違ったとても繊細な明るい、とってもいい子ですよね。素晴らしいんじゃないですか。大きな女優さんになってほしいですね。青龍伝説の舞台は横浜。佐伯親子は源流剣を使う謎の武術集団を恐れ、人との接触を極力避けて生きてきた。大根のミスターです。結構いい線いってんじゃない。私の100人目の虜はこれで決まりね。セイラが通う明和学園で生徒が何者かに殺され、大きな事件の幕は切って落とされた。これが私の運命なんだったら、あの時死んだ方がマシだったわ。あの時あいつらに殺されてた方が。鮫島さん、お前殺された。うちのバスケ部のやつと同じ手口だ。連続殺人、犯人は確実に佐伯親子に近づいていた。どうなるセイラ。今お前に全てを明かせば、さらなる危険がお前の身に。代わってのキーワードは謎。公園の中を歩く謎の僧、一体彼は何者か。いや、最初はちょっと不思議なでも街歩いてたらちょっと怖いですよね。街の人たちにぴったりですよ。ぴったりだった、はい、撮影現場の公園では突然現れた僧侶姿の鶴太郎さんに人々の目も釘付け。そしていよいよ撮影開始。鶴太郎さんの役柄は青帯老子。セイラの前に現れては謎めいた言葉を残す。敵か味方か。あの子がセイラか。大きくなったな。さて、謎の老子ということで登場の仕方も神出鬼没。今回は空から舞い降りるというシーンの撮影です。さあ、うまくいきますか。こんなに油くるんですね。で、ちょっと降りてみて。落としてみて。ちょっとすいません。マリオネットです。劇画チックだしスピード感あふれる楽しいドラマだと思いますので、エンターテインメントに徹したドラマだと思いますので楽しみにしていただきたいと思います。ぜひご覧になってください。
さて CM の後はユミちゃんと大物アクションスターが夢のご対面。果たしてそのスタートは。大物スタートはこの方、ジャッキー・チェンさん。ジャッキーさんといえばカンフーにまだ全然自信がなくて、どんなことに気をつければうまく見えるか。そうだな、自信を持ってやらないとパンチを出しても綺麗に見えないんだ。今回はお互いの作品のヒットを願ってエールの交換に訪れたジャッキーさんでしたが、なんと突然ユミちゃんにカンフーのレッスンを始めてくれたんです。決めのポーズや蹴り方などドラマの中で使いそうな技をレッスン。素早いジャッキーの動きにユミちゃんも覚えるのが大変。はい、ブン、はい、ユミちゃん決まってる。早速使えそうですか。使います。ありがとうございました。頑張ってね。はい、頑張ります。ユミちゃん国際スターに抱っこされる。すごい、さすが力持ち。はい、気分がこちらです。はい、ありがとう。そして続いてのキーワードはトー。この日のロケにアクション担当の佐々木さんが愛犬を連れてやってきました。リュウ、リュウって名前、何鳥、リュウという名にユミちゃん家なき子をちょっぴり思い出したようです。さて千葉さんも登場して、いよいよこの日のロケ開始。千葉さんのアイデアも加え、迫力あるシーンが形付けられていきます。もう一発くらい一つ入れて。そして本番。久々の千葉さんのアクションシーン、 VTR のチェックも真剣です。くさびれてるからあんまり決まんない方がいいかもしれない。あんまり流れちゃった方が最後、はい、あらすよかったね。もうぐだぐだになってる感じという口実で今度はユミちゃんの番。源流拳を使う謎の武術集団によって父が殺され、怒りに震えたセイラが一人完全と立ち向かうというシーン。なぜ父さんを殺した。この格闘シーンは本番前にポーズを決めていきます。入念に構えのチェックをするユミちゃん、怒りに震えると浮かび上がる竜のあざ、実はそれこそが青龍拳の真の後継者の印なのです。本邦初公開、ユミちゃんのアクションシーン、じっくりご覧あれ。自分の出来としては何点ぐらい？全然30点ぐらい。厳しいですね。いや、なんかモニターとかもちょっと見たんですけど、うん、フラフラしたりとかですね。自分では終わった時は、うん、よしと思うんだけど、実際画面に映ってるの見るとあんま上手くないですね。でもやるしかないですよね。家なき子では同情するなら金をくれという流行語を生んだユミちゃん、実はこの青龍伝説でも決め台詞は存在するのです。それをさあ、懺悔の時間だよ。家なき子を、の期待を裏切らないように、さらにエンターテインメントを消したものをお送りできると思いますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ただちゅうみちゃんとできればね、カンフーで迫力あるように見せれたらと思うんですけど。10月19日土曜日夜9時からスタートの青龍伝説、親子愛あり友情あり、楽しいです。見てください。